それはダメなんだ。この野郎、よそこの野郎は泣くんじゃねえぞ。今度な、この辺りな、殴られしたらな。あ、すいません、すいません、すいません、ちょっとどこだ、すいません、あ、すいません。てめえ、また NG シーン出たいと思ってたじゃないか、こいつ。わざとそういう臭いリアクション取って、えぇ、ー、とか言って、お前これは多分出ない NG シーン。はい、回してください。はい、本番。はい、5秒満。5秒満ってのはないでしょう。はい、5秒満。すげえや。トライアングルブルー、NG シュー。ベイビーブルー、濡れた目に、歪む。ご覧の各社の提供でお送りします。木又くんのバイ。バカ野郎、探せっつったってお前手がかりなんか何にもねえんだぜ。じゃあまずですね、最初の近所の聞き込み、そして現場検証ですね。そうそう。まあ、犯人どうしたの？犯人っていうのはさ、このなんていうの？そのすいません、もう一回聞きます。あのね、高校の時の後輩のね、山崎美希ちゃん。山崎です、よろしく。いいよいいよ、そんな硬い腰抜きや。あ、山崎久美。山崎美希ってそのまま違う。大丈夫？なんで？ねえ、なんでかばったりしたの？別に、部下はね、もう一回行こうか。すいません。大丈夫。先生。大丈夫。ちょっと待って、たださん、すいません。ちょっとこっちは楽しんでるけど、あとやるよ、とかバーガーやろうとか。絶対思ってる人が何人かいるから、ね。きちっとしないとね、怒られるよ、しまいには。いくら仲のいいに言ってる人が。そうそう、それそれ。ともみちゃんの場合、はい、もしもし、やってたんですか？Thank you.
三、二。間の悪いこうちゃんの場合。ふっ、こうちゃん、こら、バカ野郎、早く持ってきてくれ、この野郎。師匠、お、師匠のためにブルーマウンテンなんてものを用意しましたよ、これがね。なるほど、師匠、お前じゃ。師匠。師匠、テンポが落ちますよ、師匠。わかりました。バカ野郎、てめえは。すいません。別にみんなに黙って行っちゃうとかってそういうのは全然考えてなかったしね。僕ん、すいません。すいません。石山先生の場合。あーめー。うん、めー。ゆかりちゃんのジュース最高。姉ちゃん大丈夫？大丈夫。忘れてんじゃねえお前。おみさんだろ、バカ野郎、てめえ、タコ。すいません。これ忘れてたな、お前。うまい、すげえうまい。ともみちゃんのジュース最高。ゆかりちゃんはい、りえちゃんの場合。間違いないよ、絶対一だよ。でもさ、だって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 、どうしたの？ごめんなさい。なんだい話して。だからね、その、はっきり言いなさい、こうちゃんから言い出したんでしょ。そうなんですけど、もうそうやってうじ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 してるから悩むのね。だからさ、話してみればいいじゃない。もし私が力になれるんだったら力になってあげるしさ。本当に？あたしにバカだ。ごめんなさい、マイクさん。ごめんごめん。そっか。ねえ、ん？私やるべき。ごめんなさい。どうしようかな、黙っちゃった。三、二。何？やだ。ごめんなさい、すいません、ごめんなさい。マイクごめん。大丈夫大丈夫。あ、まだだ。Take two。ごめんない。ごめんなさい。まだ気がない。顔見て笑うの。足止めの顔。ちょっと待って、そういう言い方ないんじゃないの？何？何？ちゃんの場合。いいかな、一つ聞いてみたいんだけど、何が面白くてあんな男と付き合ってるの？あんな男って？ひどい雪よ、大嫌いなんだ、ああいう男。石山君のこと？そうよ、あんなやつただのけだものじゃない。女
すみません。すみません。あの子ならもう帰ったけど。うん、違うの。もしよかったら来ないかなと思って。これから飲みに行くのね。私？もうみんな全然気にしてないから。まさか。そういう人たちなの。せっかくだけど、仕事だし。そう。じゃあ、また今度ね。集団おままごと付き合う気ないから。あの晩、別れたのね、男と。捨てられたっていうか、焼け酒飲んでね。帰ったけど。うん、違うの。もしよかったら来ないかなと思って。これから飲みに行くのね。1個がいいですか？私、もうみんな全然気にしてないから。まさか。いっぱいあるとあ、間違えちゃった。ゆきこの場合ですね。はい、すみません。頑張れ。3、2、1。いっぱいあるユキコの場合、ね、ちょっと早いのね。足まだ何かよ。一言言っといてあげようと思って。あなたも大したことないのね。私に意見するようだから少しは骨があんのかと思ってた。突っ張ってみせたいんならね、とことん突っ張ってみれば。ホテル連れ込まれたとか。だからなんだっていうの。だからなんだっていうの。ごめんなさい。ちょっと、まだ何かあるの。一言言っといてあげようと思って。大したことないのね、あなたも。私に意見するようだから少しは骨があるのかと思ってたわ。突っ張って見せたいならとことん突っ張れば。酔ってわけわかんなくなってホテル連れ込まれたとか、そんなの関係ないじゃない。関係ないって。その上ね、自分が間違ってたら とっとと逃げちゃって。あごめんなさい。早いのね足。まだ何かあるの。一言言っといてあげようと思って。大したことないのね、あなたも。私に意見するようだから少しは骨があんのかと思ってた。もうちょっと早いのね足。まだ何かあるの。一言言っといてあげようと思って。大したことないのね、あなたも。私に意見するようだから少しは骨があんのかと思ってたのに。突っ張って見せたいんならとことん突っ張ってみれば。私に。あーもうできない。ごめんなさい。大変なんだね、割と。まあね、見てて思ったわ。コンパニオンだけでも儲かるんだけどね、なんとなくやめられなくてね。そんなにお金になるの？うん、1日1万2万だとザラよ。そうなんだ、うん、間違えました。すいません。かわいい。ごめんなさい。絶対ここで間違えると思ったの。大変だね、思ったよりね。まあね、見てて思ったわ。でもね、ホステス。ごめんなさい、私がまた行きません。ちょっと、どういうこと？いや、それがよくわかんないんですよ。そんな、みっともない話。ごめんなさい。何なの？私がいけないの。おい、一人戻ってきたぞ。誰？気持ち悪いのが会いたがってるそうだ。どうする？必要ないんじゃない？いいのか？おい、遊んでくれば。あ、間違えちゃった。なんだ。
ごめんなさい。暇つぶしになってる。ごめんなさい。すいません。私がいけなかったよ。戻ってきたぞ一人。誰？気持ち悪いのが。会いたがってるそうだがどうする？必要ないんじゃない？いいのか？おい。暇つぶしに遊んでくれば？ゆうこ、何やってんだよ。ご自由にって言おうと思ったの。すいません、ごめんなさい。そうかない、あのまま融通を聞かせていけばいいんだよね、相手にはね。すいません、僕です、今のごめんなさい。そうか、私って本当ダメだな。はい、主。え、ゆきこ、ゆきこ、なんで迎えに行かなかったの？揃ってバカなんだからね。じゃあ、ごめんなさい。本当にごめんなさい。あれ、石山君たちは？あんた誰？なんだよ、勝手に入ってくんなよ。ちゃん、私が行け。ごめんなさい。ごめん。え、木本君来なかった？見てないよ、全然。なんでこんなこと飲んでんの？お客様だから。一緒に飲んでかない？行方不明なのよ、木本君。だってゆき子責任感じないの？私、関係ないもん。私のせいかもしれない。首突っ込まないの。どういうこと？私が言ったの。ごめんなさい、私が。ゆうこかわいい。すいません。ゆうこちょうだいこれ。ごめん、目が出引いてんのに。大丈夫。ちょうだいこれ。うん、美味しいよ。美味しいよ。すいません、あなた、なんでみんなの足引っ張っちゃうんだよな。一緒に来てください。なんかよ。キムさんがビルの屋上から飛び降りそうなんですよ。変なやつ。木本さん死んじゃってもいいんですか？大丈夫だよ、そんな勇気あるわけないもん。とにかく一緒に来てくださいよ。ちょっと早く、分かった、行けばいいんだ。どっちが悪いんだ？重いのがお前の結果だ。違う、私が転んじゃったんです。膝で滑ってんの、ごめんなさい。お客できたの、一言言っといてあげようと思って。大したことないのね、あなたも。見損なったわ、少しは骨のある人かと思ってた。何よ、男と一緒に住むんですってね。関係ないでしょ。あんたにね、イチャモンつけられる筋合いないでしょ。私が誰か、あ、ちょ、間違えちゃった。お客できたの、一言言っといてあげようと思って。大したことないのね、あなたも。見損なったわ、少し骨のある人かと思ってた。すいません。あんたにね、イチャモンつけられる筋合いないでしょ。私が誰と何をしようと関係ないじゃない。情けないって言ってるのよ。随分な口叩いといて。
こいつが悪いんですよ、こいつが。こいつが悪いんですよ。あれ？お客できたの？一言言っといてあげようと思って。大したことないのね、あなたも。見損なったわ。ごめんなさい。しっかりしなくちゃね、うん、ごめんなさい。3、2、ダメだ、ごめんなさい。エネルギー臭おまけ、いやっ全部やったね。全部やったね。ツープラトンで行きましょう。ツープラトンで。やべえ。ツープラトンだ。危ない危ない。いいか。いいから美味しいやつ食ってんだろうな。それでは今日は皆さんバックドロップで曲紹介を。早く。お前長くなるだろ。長くなるだろ。ほら編集で今のところ。それではそれでは今日はバックドロップで曲紹介させていただきます。アベロン。どうぞ。今の誰？あたし最初で間違えちゃったのかな。早かったのかな。今言ってよ、かずみちゃんと。頑張ってるでしょ。いいよ、回さなくて。ひどいですよ。朝パラコでしょ。俺だろ、これ言ったの。俺言ったもん、一緒に。私言ったもん、絶対これ。うん、言ったよ。ここまで来たでしょ。シャマに決まってるじゃん、言ったでしょ。なんでなんだろう。シャマにぴったりだよとか言ったもん。これ言ってない。ほらね、言ったもん。生きる野球。あ、言ってない。もう一緒に寝たい。俺ねって言ったもん、俺。あ、そうだって。その時、ノイちゃん、ね、寝てこうやってコクコク船行くってじゃないか。あ、この辺がな。これはいらなかったな、ポンポン言うてても。で、こうしない言ったから、ちゃんと最後は合ってるじゃない。でもすぐここが出てこなかったんだもん、みんな。そうだよ、これがいけないんだ。こうじゃねえかよ、そうですよ、絶対言うから。そうだよ、私これ言ったもん、ちゃんと。いいや、きちっとしたドラマじゃねえんだな。